はい、カズキだよイエイはい、今日はですね、さっき寝起きに、ちょっとね、ポテロングのこと考えてたんです。ポテロングのこと。そしたらさ、なんかさ、パッとひらめいたわけ。ポテロングタワー作っちゃえばよくねっつって。ポテロングタワー作ってみたいと思います。ここで、ポテロングタワー。ポテロング。じゃん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 。じゃーん。ということで、5個。これを使って、ね、ポテロングタワー作ります。どこまで高くできるかなっつって、やってみたいと思います。ということで、やりましょう。この綺麗な段ボール。上に作ります。ちゃんと食べるからね。遊んだものはちゃんと食べます。粗末にしませんので。よろしゅう、よろしゅう。よろしゅう、よろしゅう。なんか割れてるのとかあるんだけど、これ頂上に使うから。頂上、てっぺんに使うから。で、長いやつを、まあ、基本的に土台に使うから。よっしゃ。さあ、うまくいくかな?うまくいくかな?まず下にでかいのを置いて、さあ土台をどう作るかだな。安定してまっすぐのやつ使わないと結果的に倒れてくるよね。短っ。どんぐらいいくんだろうこれ。普通にキャンプファイヤー方式で積み重ねてるけど、どんぐらいいくかな。こんなに横、こんなに横ギリギリにつける必要あるかな。なんか音楽記号はあのシャープみたいにも詰めた方がいいのかな、中の四角。あ、いよいよこれ短いのしかなくなったぞ、1個目。長いの終わったぜ。なんか短い。あ、これ結構短いの多いな。やばい、ついに長いのが終わった。こっからどんどん縮めていくよ。やべ、怖え。これはやばい。わお。何センチいくかな?これは5箱がもう限界だね。これ以上無理だと思う、これ。太いのをこっち側にするか、この曲がってる側に。太いのをちょっと、太い方をなるべくこっちに。傾いてる、こっち向きに傾いてる。あーやばい。細いの向こう側に置こう。細いの。ちょっと待って。これか、これ太いな。これ太い。だーダメだ落ちた崩れた。崩れたよ、一回。怖いよ。やっぱ人間怖いことやってると手震えるね。怖いよ、さっきよりうまくいってるよ。怖いよ。怖いよ。やばい、やばい、やばい、助けて、助けて、怖い、うん、怖いよ。
どうにか太いのをこの左側に、俺から見て左側に置かないと。やばいやばいやば。だいぶ詰まってきちゃった。いや。なんか長いの残ってたよ。長いの残ってたよ。弱火今めっちゃ動いた、やば。めっちゃ動いたよ。めっちゃ動いたよ、今の。あーす！もうやだ。もうやだよ。食べていいよ、これ。お姉さん、これ食べもう無理だ、これ。多分これ以上積み重ねらんねん、これ。もう一回やる。もう一回やって、倒れそうなとこで終わりにする。もう無理。もう やってらんないわ。やってらんない。てられなだ、てられな。なおやおや、怪しいですね。マジで、マジで怪しいよ。あー、やべ。あー、やっぱダメだ。やべえ。またか。うまくいかんぞ。いいとこで止めて、計測したいんだ、俺は。立て直せねえよ。立て直せねえ。無理だ。これ限界かもしれん。やべ、こんなもんなんだ。一応、これが限界です。何回も倒れて、積み重ねてってやって、これ限界。これ。これが一番安定する高さ。これが限界です。なので、ちょっと、これを測って、これ測ってみたいと思います。これ測んのも怖いな。まあいいや。測り終わったからいい。測り終わったから。66.5 です。はい。あの、倒れる前ね。うん、66.5 あったのに。食べていいよ。食べていいよ。ちょっと待って。崩れたら7センチだったから。66.5 が崩れて57になりました。見た今の。俺がこっち移動してくる間に倒れたぜ。はい、面白かったね。いやー、めっちゃ集中したな。いやー、なんか、いいもの見れたっしょ、これ、みんな。これ。みんなぜひ、ポテロング5箱を使って、やってみてください。頑張れば多分5箱全部乗るよ。ほんとうまくやれば。あの、ポテロングの一本一本の太さとかもバランスよく見て、積み重ねていけば、こう曲がらないようになると思うんだよ。これかなり曲がってるけど。向こうにちょっと傾いちゃって、あの、こうなっちゃったんだよ。みんな、ぜひ挑戦してみてくれ。じゃあまたね！今からこれ食べます。全部食えないけど。美味しい。食べていいよ、ほら。夢のお菓子タワーやな、うん、夢のポテロングタワーや、食べ放題じゃん、めっちゃいいじゃんこれ、うん、うん、うん、めっちゃいいじゃんこれ、うん、やべえめっちゃ美味しいこれ、うん、なんだろう、頑張ったからかな、うめえ、うめえ、うん。